線っていうのはスピード感的には速かったんだけれども、うん、昨年ほどのストレートではなかったと、うん、でコントロールも前回というのはもう中の下のようなレベルだったということを振り返っていましたね、ただ最近そんなに投げ込んでいるわけではないし投げてみないとわからないけれども、ただ休んでいたりする分万全で今日はスピードも出てくるんではないかということを話していましたね、まあ、この大谷と対戦したのは5月に戦った2試合です。ですからそれ以外はラウンフターは当たってないんでそれ以来の対戦になるというところで、まあ、今の話でいくと休みを取ったピッチャーとしての休みを取ったしという部分も橋上作戦コーチは踏まえていますね、まあ、どちらの今日は結果になるのか。2ボール2ストライクインハイボール球振らせました。159まで数字が来ています。5番キャッチャーここです。逆球ですけども、すごく